大胸筋が歩いてる。本当に大胸筋が歩いてるのはこうですね。やさう。大胸筋が歩いてる。バズーカ岡田です。今日は最強の大胸筋のトレーニングについて皆さんにご紹介したいと思います。皆さんも大胸筋といえばこの人というのは、それぞれあると思います。例えばアーノルド・シュワルツネッガーとか、そういう有名な人を思い浮かべると思います。日本のボディービルで言えば大胸筋といえばもう一人しかいないですよね。そう、静岡のゴード・コウジ選手、狂気の男です。トレーニングをしすぎて左目の視力を失ってしまった。そしてトレーニングをしすぎて片腕の神経を全て麻痺してしまったという伝説の男です。まあ、こういうふうに言うとね、トレーニングが体に悪すぎるっていうイメージになると思うんですけど、まあ、何事も過ぎたらは及ばせるが如しで、ゴードさんのトレーニングはとにかく激しい。激しすぎて視力も神経も痛めてしまったという方で、普通の方はそこまでいけません。だから安心してください。ただボディービルっていうのはやはり健康のために我々やってるわけじゃないですから、体を究極まで鍛え込んでステージで勝つ、それを目標にやっているので、体の健康は多少ね害されてもいいと、まあ、ゴードさんはもう死んでもいいって言ってますけど、まあ、そんな感じで取り組んでます。でゴードさんのところ行けば私の大胸筋もまたレベルアップできるんじゃないかなという思いがあって行ってまいります。ゴードさんって言っても皆さん分からない人もいると思いますので改めて説明します。まあ、そもそも分かんない人はこのチャンネル見ちゃダメ。いいですか。これからはボディービルダーの名前私が言うたんびにおおというぐらいの人になってください。これがゴードコーチさんです。もう筋肉がでかすぎて、しかし顔は無心、まるで木から掘り起こされたかのような仕上がりになってます。で彼が本当にすごい部分っていうのはたくさんあって、腕の太さとかいろいろあるんですけど、大胸筋がとにかくすごくてですね、横から見るともうこうとんがっちゃってるぐらいあるんですよ。まあ、そんな大胸筋を引っ提げて大会に出ることで全日本ボディービル選手権を4回勝ってますし、アジアボディービル選手権も優勝されてます。で実は現在もう還暦直前、59歳、それでいて去年2019年の日本ボディービル選手権では6位。もう意味わかんないですからね。普通はマスターズですよ。マスターズ、ベテラン勢の大会、それに出て活躍する年齢ですよ。それでも60歳ぐらいで活躍できたらものすごいことですよ。でも年齢制限の全く関係ない、しかも体重の制限全くない日本ボディービル選手権に昨年出てきた、58歳の時に出て6位。むちゃくちゃですよ、むちゃくちゃ。まあそんな方なんです。まあ、そんなゴードさんのところにちょっと私も最近トレーニングぬるいんで行ってこようというふうに決意しましたので、ぜひその様子をご覧ください。大胸筋が歩いてる。今日は恥ずかしいです。普段はもっと明るくやってるんですけど恥ずかしいです。師匠の横であんまできない。本当に大胸筋が歩いてるのはこれです。いやいや、やばいです。ちょっと同じこっち見てもらいます。でかすぎてこっち飛び出しちゃった。こういう選手は本当に日本にゴードさんしかいないですね。こんなに大胸筋がこっちに出てくる人いないですか。こっちの方がいいかな。皆さんもご存知だと思いますけど、日本ボディビル界の鉄人、生きる伝説、ゴードコウジさんのジムに今日はお邪魔させていただいてます。静岡県藤枝市のマッスルハウスジムです。まあゴードさんは皆さんも知ってると思うんですけど、ミスターアジア、アジアのボディビルチャンピオン、もちろんミスター日本、全日本のボディビルチャンピオンでもあります。今59歳でこのバルク、もう終わりです。ナチュラルだからね。今日はゴードさんのジムでこの大胸筋を作るためのトレーニングの重要なエッセンスを学びに来ました。ゴードさんが開発された U 字状のベンチプレスのバーを使って大胸筋をとことん追い込むというトレーニングを私が実際に身をもって体験したいと思います。よろしくお願いします。ああやばい、ゴードさんすげえ効くっす。もうこれでいいんじゃないですか。
チバチ入る。怖いっす。すげえ冷え。骨がバキバキってるし。やべえ、腹筋もできる。いや、腹までできました。やばいな、これは。引っ張られますね。ここから腸腰筋から腹筋まで全部引っ張られますね。いや、これ本当普通のベンチプレスよりもはるかに深く入るので、もう全然体幹はもっと重いし、これは合同式でクスの重量をやって3回補助で間髪入れず、この一番外の銃を取ってまた限界までやって3発補助で、だんだんとその重量を下げていくっていうのが合同式です。よっしゃ、いきますか。いきましょう。お願いします。3発ほどでした。3発でこっち取りに行きますよね。いや、すっごいいいよ。いいいいはいくっ、おい、反対くっ、スティーもっとくっ、よいしょ、OK だ、くっ、おー、ジなの。ジなの。ジ。オッケー。いえ。いえ。久しぶり。久しぶりこれ。体に悪いやつ。久しぶり。いや。2.5。やばい。で今の重量から 2.5 ずつ。だから合計5キロを減らしたところからまた同じようにスタート。でインターバルは1分。やばいっす。20セット無理でしょ。無理じゃないよ、全然。20セット全然いけるよ、20セット。いや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 、いけないでしょ、そんな。15セットじゃ5セットになって最近胸のトレーニング全体で15セットです。だから今日はこれ20セット。いやいや、全体的なものでいい。いや、よし、うわっ、え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 っ、くっ、はい、反対、いい、オゲイ、あいい、いい、いい、2.5、いい、全然上がんないっす、やばいやばいやばい、これマジやばい。水をこぼしました。もうコントロールできてないですね、水が。お願いします。すごい。めっちゃ痛い。かっ2、ステイ、オッケー、かっ、はい、ちょっと、はい、いきます。いい、うわ、3回してや、3回、いい、2、3回、いい、2、そしていい、 OK、 マジ上がんない。なんかトレーニングしてない。いや、マジで
お父さん、ちょっとこの下のパッドが予想以上に高い。最高いいの？最高っすけど。で、これ皆さん、これですよ。高すぎて十分パンプしないですか？まだまだ。まだダメですか？それはまだパンプと言わない。いやいや、パンプでしょ、これ。全然。いや、パンプ。全然パンプ。痛くなってこそパンプ。いやいや、パンプにそういう意味入ってないっすよ。俺の中では。ボード式パンプ。もう痛くてどうしようもないのがフルパンプ。お願いします。もうあれさ、一回。ラストだよ。ラスト激しくいくよ。ラスト。はい。ラスト気合が入ってるか入ってないか。いや、これさ、ちょっと待って。入ってますよ、マイセット。俺はだからラストにするのか、それは岡田先生次第。俺に伝わってきたら、お前。うわさ、もう20セットを通して全部気合入ってます。入ってない。入ってます。最後に全てを出し切るかってみるから、ね、わかりました。出し切ってなきゃもう1セット絶対出し切ります。出します。はい、はあ、いや、はい、いさあ、かい、かん、おー、いいじゃん、きゃい、えい、か、ぶ、か、おいす、おー、いいね、ほじゃ。もうちょい5回、最後まで。2、あー、終わっちゃうの、ここで。もう1セット。3、4、あー、あー、もう1セット。嘘でしょ、マジで。嘘でしょ。ダメ、今。もう1セット。嘘でしょ、マジで。出し切ったしょ。出し切ってない。どうぞ。どうぞ、出し切った。やらして 2.5 下げるっすか。じゃあ落として 2.5 もう一回。出し切ってないよ。よし、20キロだよ、もう。いや、もうさ、そうなんですけど。いくよ。はい、マジ、はい、おー、これ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 、ガッ、うん、もっとこらえて、5、6、1、はい、補助5回、気持ち気持ち、5、1、そう、俺が最後まで、2、3、あと2回、よそう、よっしゃ、よし、よし、ありがとうございます。よし、よし、よし、いえ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 、やろう。なんか5回目がちょっとあれ、いやいや、ちょうどいい回数になってるんですよ、マジで。最後、ほんと出ないんですよ。やばい、マジで。はい、ということで。大胸筋をでかくしたら U バーで20セット以上、これも5、6セットだ。よろしく。皆さん、
やばかったと思います。大胸筋の上部インクラインベンチプレスだけで21セット普通の人の数え方だったら31セットですよ。丸々それだけで1時間、普通1時間もあれば5種目6種目はやってますよ。たった1種目で1時間ですよ。もう地獄ですよ。でベンチプレスで、まあ、いわばそんなに息が上がらないですよ。使ってる筋肉も高橋入れてますからね。足なんかはもう体幹から全部使ってますから、そこに血を送り続けるんでやっぱり呼吸も荒くなって、それこそ 1500m 走とか 800m 走みたいに終わった後気持ち悪いとでゲル吐きそうになるんですよ。でも久しぶりにゴードさんに胸の1種目インクラインベンチプレスだけやってもらったら、もうそれでゲル吐きそうになりましたからね。もうベンチプレスでゲル吐きそうなんてありえない。そりゃ目も潰れるわって話ですよ。まあ、そんな感じでやってきてものすごい体が反応しました。今まで感じたことないぐらいのパンプアップをしましたし、今だから言いますけど筋肉痛ももうその後4日間ぐらいは全く力が入らないぐらいの状態になりました。あのトレーニングを1種目1時間これ4種目4時間ですよ。もう狂ってますよ。私もインクラインベンチプレスだけで十分反応しましたし、これ以上できないっていうところまで、行きました。それをね、あれだけ30歳ぐらいから今までやってます。30年やってるわけですからとんでもないですよね。まあ、普通のボディービルダーはだいたい1日あたり1時間半から2時間、長い足なんかだと筋肉の種類が多いんで3時間とかやります。まあ、仮に1日2時間だとしたらゴードさんのトレーニング4時間ですから普通のビルダーの2回分ですよ。で一番ゴードさんがトレーニングしてるときは4時間午前中にやって午後4時間ですからね。ということは普通のビルダーの4回分ですよ。普通のビルダーの4回分のトレーニングを1日やってますよ。これを30歳から60歳まで30年ってことはですよ、120年分トレーニングしてるんですよ。もう終わりですよ。勝てるわけない。以上。それではこの動画のまとめです。まとめる必要があるのかわからないですけども、ゴードさんはやばい。以上。この動画が良いと思った方しかいないと思います。必ずチャンネル登録と高評価をしてください。以上。いや、一緒にやっちゃいけない。これは一緒にやって並んではいけないです。ふざけんくん並んじゃうわ。